習の方法を皆さんに提案したいと思います。スマートフォンでスマートにスマイルで学習する、略してスマカン、いかがでしょうか。私はまあ常々意思よりも習慣化っていうことを言ってますけども、習慣化にはですね、毎日少しずつやっていく、でそれも自分の方から行くっていうのも大事なんですけども、どこかから送られてくる、つまり登録しておくと、ステップメールって皆さん分かりますか。毎日決められた時間にメールが届くっていうやつね。でそれ今ミレマガがそれをやってるんですけども、それと同じような形式で登録していただくと、毎朝6時にスマートフォンで見るための5分間動画、わずか5分です、5分間動画をお送りします。そして今考えてるのは、今準備してるのがこれね、日本で一番よく売れている基礎から学ぶ韓国語講座初級改訂版の方です。木内明先生のこの本を毎日5分間ずつ30回で3分の1、次の30回で3分の2、そして最後の30回で全部1冊ある、つまり90回、5分間動画を90回で全部終えようという、まあ、そういう企画なんですね。全部わずか5分間、そして、先ほど毎日と言いましたが、1日おき、まあ1日目は1つ目ね、そして2日目は同じものをもう一度お送りします。ですからまた復習をなさってください、繰り返し見てください。そしてその次の日には次の動画が送られます。で皆さんはその YouTube の URL、 それをどこかに、まあ、記録して蓄えて貼り付けておいてください。そうすると繰り返し見ることができます。YouTube にどんどんアップしていきます。ですので皆さんは登録していただくと、まあ2ヶ月で1期30回、まあそういうふうに少しずつ毎朝6時ねで5分ですよ、わずか5分、これを続けると半年でこの本が終わります。そしてこの本を今まあ取り続けてるんですけども、この本を取り終えたら中級の方に作業を進めます。私が提唱したいのは習慣的な学習ですよね。毎日わずか5分、そしてお家にこれがあればこれを見ながらお家で復習、まあこういうふうにしてお家にいながら、あるいは通勤電車でスマートフォンで5分間ずつ動画を見て進めていく、そんな学習。そしてもう一つ今同時に進行しているのがこれ、これはねわずか20回、同じく1日おきのステップ動画講座ね、毎朝6時にお届けします。わずか20回、ね、発音の変化なんてね、この細切れですから、項目一つ一つは細切れですので、とってもこのスマカンにぴったりね、講座としては、講座の内容としては、つまり一つ一つの項目にこの連続性とか展開がありませんから、これはこうこれはこうという単発の、そういう内容になりますので、スマカンぴったりね、毎日5分間ずつ、これで勉強するとわずか20回、この本丸々一冊着実に定着していくと思います。いかがでしょう、スマカン。2017年はスマカンの年、スマカンでこれを進めていく、でこの後には中級を作っていきますので中級が待ってます。そして初級を終えたレベルの方は発音の変化について学習をする、まあ、これも大変いい勉強になると思います。発音こそはね、動画がぴったりなんですよ。口の動きが分かって、そして、音がついてて、そしてまあこういうテキストがある。ですので毎日5分間ずつ習慣化して、そして学習していきましょう。スマカン、新しい学習の方法、皆さんに提案します。最後に動画講座の様子をそれぞれチラ見せいたします。どうぞご覧ください。こんな感じで授業を進めていきます。おいきゅうりという意味ですね。そしてこれはやうきつねです。では上の段だけもう一度いきます。まずは皆さん読んでください。どうぞ。あい。おい。パッと書けるっていうことが大事ですね。それでは、10ページをご覧ください。
ハングルというのは、まあ、音を表す記号だったんですね。表音文字です。ところがその表音文字なのにどうして文字通りの読み方をしないのかっていうことがそもそも大きな疑問になると思うんですけども。